そもそもなんでこの男は平日の昼間から楽しそうにクレープを作ってるんだって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕ほぼ32年間アルバイトしかしたことないんですけど、そんな中たまたまコロナ需要でのフードデリバリーバブルに乗っけていただくことができて、その流れでそのフードデリ界隈でも少しずつささやかれていた自転車やバイクにも乗らずただ歩くだけでお金が稼げるアプリみたいなのがあって、あの TKO の木本さんもやっていたというステップにその貯めた資金をほぼ全額突っ込んで、何の知識もなかったんですけど奇跡的にそこでもバブルに乗ることができて、今こうやってのんきに昼間からクレープを作れています。ほとんどが過敏性腸症候群の治療費に充てられて亡くなってしまったんですけど、次の仕事にありつけるまでは少しでもこの YouTube を伸ばせたらななんていうふうに思っているので、もしよろしければ応援、さらにはチャンネル登録なんてお願いできたらなと思っています。またもしよろしければ最後まで楽しそうにクレープを頬張ってる姿をご覧ください。ということで今日もありがとうございました。さようなら。